はい、動画ご覧いただきありがとうございます。ただいま、秩父のホテルの部屋でございます。ですね、武甲山登って、動画上げましたが、ですね、本当は下山中も動画上げようと思ったんですけど、もう疲れ果てて無理でしたね。かなり急な坂で、まあ割と取れ高はあったんですけど、なんかもう疲れてそれどころじゃなかったです。それでまあ登山中の動画でもちらっと言ったんですけど、この1ヶ月が非常に心身ともに参っていまして、まあ全く何もやる気が起きなかったわけであります。まあね、新しい仕事を始めるっていうのはね、なかなかエネルギーも使うことではあるんですけど、もうそんなの自分の場合も100種類以上やって慣れっこのはずなんですけど、なんかやたら疲れてましたね。まあ、体力的にも精神的にも。まあそこでちょっとね、タクシーの仕事についてお話ししていこうと思います。それでですね、まあタクシーの仕事を始めるにはっていうところで、二種免許に関しては以前動画上げてるんで、ちょっとそっちを参考にしていただければと思うんですけど、あとはまあ二種免許持ってればすぐ始められるかっていうとそうでもないんですね。まあ社内研修はもちろん会社ごとにあると思うんですけど、それとは別で新任運転者登録時講習っていうのが必要なんですね。これなんですけど、まず、タクシー乗ったことある人は分かると思うんですけど、タクシーの、助手席の前あたりに名札あるじゃないですか。まあ私で言うとこういうやつですね。これを作るための、講習、テストがあるわけなんですね。それがまあさっき見せたこれなんですけど、1日目、2日目と、2日間受ける必要があります。まあこういった学科目、これは座学ですね。で、1日目の最後に地理試験。で、2日目もまたなんかいろいろ講習やって、最後に、試験がありますよと。法令、安全、接遇に関しての試験がありますっていうやつですね。まあ、この試験通らないと、タクシーのところに貼ってある名札ですか？あれは作れないっていうわけなんですよ。で、まあ、これは、試験なんですけど、千葉県の場合はね、簡単なんです、地理試験。地図見ながらとかできちゃうんで、全然難しくはないんですけど、東京のはめちゃくちゃ難しいらしいですね。東京だとやっぱり政令指定都市っていうのに指定されちゃってるので、だいぶ難しいと聞いてます。もう本当に落とすための試験みたいな感じらしいです。なのでね、東京でタクシーの運転手やってる人ってね、すごい優秀なんですよ、きっと。ましてや個人、東京での個人タクシーって言ったら、もう大ベテランと言いますか、そういった方たちになってくると思います。それでまあ二種免許取って、この講習を受けて、社内研修やって、ようやく独り立ちっていうところになってくるわけですね。でまあ私も独り立ちしても1ヶ月働いてるんですけど、一切慣れてないっていうところで、非常に疲れの原因となってますね。で、私の今の勤務形態がこんな感じなんですけど、仕事の日は7時半頃出社して、まあ準備して、8時頃から始めて、26時までとなっております。まあその代わり、出勤した次の日は休み。出勤して、また休み。出勤して休み。で、月、水、金って出た後、次のシフトが火、木、土になるんで、まあ、土、日、月ってここ3連休になるんですね。で、火、木、土って出て、また繰り返しですね。今度日曜を明けて、また月曜、水曜、金曜の繰り返しとなっております。それでね、勘のいい方ならもうお分かりだと思うんですけど、仕事の日は7時半出社。まあ、っていうことは朝早いわけですよ。でも、ここの休みの日は、どうしたってこの仕事が26時頃終わるわけですね。ってことはもう帰ってきて3時、4時。帰ってきて寝るまで
寝るのがまあ3時4時4時頃ですかね。となるとまあ大体起きるのが昼頃でも次の日は朝早く起きなきゃいけないと、なんていう体がすごいしんどいんですよね。そういうのもあって本当に最近もう夜になると車は擦るわ、反対車線逆走するわ、信号赤なのに突進しちゃうわっていうのが立て続けに私やっちゃいまして、まあ幸いね大きな事故にはなってないんですけど、もう本当に夜結構意識が遠のいてるんでね、マジで危ないなっていうのは思いながらやってます。皆さんもね、タクシー乗ってていやこの運転手危ねえなって思うことあるかもしれないんですけど、そういう場合はね、まあ単純に危険な運転する人もいるんでね、なんとも言えないんですけど、結構もう疲れ果てて、なんかそこまで周りにちょっと気を配れてなくなっちゃってるっていう状態もあると思います。まああと精神的なもので言うとね、まあそういう体力的なきつさから来るのもあるんですけど、まあ単純に道と場所が覚えらんないっていうところですね。なんか建物名とか道とかがまあ覚えらんないっていうのと、あとタクシー、まあメーター関連の操作とか日報とかまあいろいろあるんですけど、タクシーでねチケットあるんですよね。チケットとかあとは障害者手帳の割引とか免許返納した人の割引とか、あとは福祉券、障害者手帳持っててなおかつ福祉券持ってるみたいな人もいるんですけど、そこら辺のがねごっちゃになってて、1ヶ月経っても全然覚えられねえっていうところなんですよね。まあこれに関してはね本当に自業自得なんでねしょうがないんですけど、まあ自分の無能さに呆れ果てて疲れてるっていうところですね。タクシーの仕事ってずっと一人なんでね、気楽でいいっちゃいいんですけど、そうですね、性格的には向いてるんでしょうけど、資質として向いてなかったなっていうところが、まあ本当に残念なところですね。あとはね、収入の面でいうとね、もう完全に歩合制なんで、自分がどんだけ人乗っけたかによりますね。で、まあ求人とか見るとね、今タクシー業界めっちゃ稼げますとかって結構出てるんですけど、今は正直全然稼げないと思います。やっぱコロナはね、ちょっとでかいですね。全然、私もまあ始めたばっかではありますけど、こんなもんかっていう感じなんで、ちょっとね、やっぱり今は厳しいのかなと思いますね。とまあね、嘆いててもしょうがないんでね、まあ最低2年、なんとか頑張って働いていこうとは思っております。一応、最近になってね、今こうやって旅行に来てるのもそうですし、先週からまたジムに通い始めて、体も動かして、まあちょっとずつね、体力、気力ともに上向いてきてるところではあるんで、まあ、なんとか、事故らないようにってとこですね。頑張っていこうと思います。というわけでね、現状、仕事で楽しいことは、一切ないんですけれど、また何かありましたら、こうやって動画でお伝えできたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また見てください。